ミルクさん変わらず、ミルクはあのお弁当が好きなようですね。噛んでるじゃん。え、噛んで食べたの、どこ。ちょっとごつごつしちゃった。ああ、でもこれはこれは大丈夫、すぐあのプラスチックだから。やだ、ミルクがだってこれじゃあさ、お母と食べるのちょっと少ないから、もう一個。そうだね、もう一個いいかもね。はい、置いて。はい、次。このお弁当箱を狙ってます。プラスチックなので噛まれちゃうんです。ちょっとかじった後あったと思って舐めてたと思ったら、ちょっともさっき開けたばっかりの新品をちょっとかじられちゃったみたいです。かわいそうなゆうなさん。また行くとき新しいの買うから。お母さん用ね。うん、そっちお母さん。お母ちゃん用よ。かじられたのは私の方。うん、うん、まあお弁当箱は私も仕事で使うのでたくさんあってもいいと思います。この辺です。ウサギなのに猫。